モザです。モザです。サンパタです。お願いします。お願いします。チャンネル登録者数5万人ありがとうございます。ありがとうございます。ついに5万人まで来ましたね。来ました。皆さんのおかげで。そうですね、見ていただいてる皆様のおかげで嬉しいですね。ありがとうございます。あと半分で、はい、10万目標にしてたですね、今年中に10万。シルバーの盾、まあ、こっからですね。でもそうですね、こっからまだまだですけど、いやでもね、とりあえず5万人という半分まで来たので、目標のこれも皆さんのおかげですね。そうですね、5万人いったんで、まあ、一回ここでなんかみんなで集まれるような企画したいですね。そうですね、見てくれてる人たちと触れ合えるような、まあ、そうですね、セミナーみたいな、はい、セミナーが一丁前なことを言って申し訳ないんですけど一丁前ですね。他になんか言い方が難しいですね、はい、なんか集まって怪しいですけど、みんなで、まあ、こういう筋トレ、はい、こうした方がいいですね、情報交換みたいなね、感じで、確かに、どうやってやってるんですかみたいな、そういう触れる企画、なんか場所借りて、30名ぐらいね、そんなに、はい、2、30名ぐらい、そんなに集め合って、で、参加費はもうプロテイン決済限定です、これは。限定、はい、現金じゃないです、プロテイン限定です。プロテイン限定ですか。プロテイン限定、限定、なんでもいいですか、アイソレートじゃなくても、そういうはダメです。そういうはダメです。ほい。ホエイやったわけですか。ホエイには厳しいですね。そんなダメなんですか。はい。アイスレやったらもう嬉しいです。まあ、なあ嬉しいですね。そうですね。より嬉しい。まあ、マイプロの。はい。マイプロじゃないといいんですけど。まあ別に何でも。まあ何でもいいっす。はい。味がこっちゃこちゃなるんだ。味もいい。まあ、どこのメーカーでもいい。はい。何でもいいです。とりあえず、プロテインを持ってきてもらって、プロテイン決済で参加集めるっていう。まあ実際だったら面白いじゃないですか。実際にそれやってるとこ見たら。はい。もしかしたら、ね、それが広まって、もう現実にね、社会現象が起きます。プロテイン決済が、そうですね、通貨として、はい、まあ夢ですね、はい、それ夢ですね。それ言ってもすごいじゃないですか。通貨になるんですよ。はい、その第一歩としてもちょっと考えてる第一歩、はい、なんでプロテイン決済で、はい、そういうのやっていきたいなと思うんで。そうですね、どんなことをやりたいかっていうのもやっぱ筋トレ系なのか、食事で店貸し切りで、ああ面白いですよね。はい、貸し切ってみんなでご飯食べるとかね。まあ確かに食事いいっすよね、はい、朝これ食べながらちょっと情報交換みたいな、はい、ね、こうやってやってますみたいな、両方やってもいいし、セミナー後に行ってとかも、ああ二部制的な感じで、はい、確かに、それちょっと考えないといいですね。直近でまだ YouTube ライブしたいですね。そうですね、5万人いったんで、ちょっと YouTube ライブまだしたことないんで、したことないし、今までインスタか TikTok ですもんね。そうですね、ライブすらあんまり YouTube でなんかそんなしょっちゅうやるようなもんじゃないじゃないですか、ライブ。まあまあそうですね、5万人いったんでちょっとやらせてほしいです。そうですね、一回やらせてほしい。まあ許可制ではない、勝手にやるよって感じなんですけど、まあ、まあその YouTube ライブした時も、はい、まあ、インスタとかで告知するんで、そうですね、まあ、インスタフォローしてない人はフォローしてください。そうですね、してください、お願いします。いろいろ情報出していきたい、はい、まあ、夏だったらね、海でなんかまた、そうですね、それは絶対したいんで、企画、まあ、イベントとかもしたいんで、その時にも皆さんで集まれたらいいなって思ってますし、はい、どんどん確かに増やしていきたいですね。そうですね、別に僕たちただの一般人なんで、言っちゃえば、はい、写真とかとあった時撮ってくださいとも全然言ってもらって。そうですね、結構来るんですよね、 DM とか見たんですけど喋りかけれませんでしたみたいな、はい、いや全然喋りかけてくれて大丈夫ですよっていう。僕ら全然大したことないです、はい、全然もう普通なんで、はい、別に YouTuber 気取ってないですね。おらついてないんで、はい、おらついてない、全然もう普通なんで、まあ、そういう場を作ってね、はい、皆さんと交流したいですね、はい、交流したいですね。でこれからまだまだね、飛躍していくためにも、はい、そうですね、何年でしたっけ、うさぎ年なんでね、あ年内10万何でしょう、成し遂げたい、はい、あるんでね、これ大会の結果結構左右されるんじゃないですか。まあそうですね、まあ、これから僕らのシーズンなので、はい、全力でいきましょう。もう僕たちも頑張るんで、皆さんも変わらず動画見て応援していただければ幸いです。どうも幸いですね、はい、幸いですね、はい、ということで最後に言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくね。